皆さんこんにちは、ボンドチャンネル通知パフォーマンスです。今回はボンド名古屋からお届けいたします。一緒にワイワイ喋ってくれるのはいつもの飯村店長です。よろしくお願いします。お願いします。で、今回最初に紹介って言わなかったんですけど、今回の動画は最初に言っておきます、はい、紹介じゃないです。紹介じゃないの？はい、もうこれはあの僕のための動画です。あ、はい、土屋さんのための。そうです、はい、なんで僕のこのすごく私的な意見も入りますし、はいはい、もう20年の付き合いの飯村さんとのやり取り、はい、まあ、タメ語でえって思うこともあるかもしれないです、はい、ただこれはご了承いただきたい、はい、今回は皆さんにご紹介する紹介動画じゃなくて、うん、今回は僕のための動画ですこれ、はい、僕が飯村さんとあの意見交換する動画なんで、なるほど、はい、今回これ紹介じゃないんで、はいはい、ちょっとお届けしたい。記録用、記録用みたいな。そうです、記録用、後で見返す用なんで、はいはい、でまず今回車、はい、こちら、はい、やってまいりました、SVJ、はい、とんでもない車なんですけど、はい、ちょっと車の前に、まあ、いつも通り、うん、ちょっとオーナーさんにちょっと触れておきたいなと、はい、でこれちょっとあの以前の M4 の動画でも、まあ、コメントいただいたんですけど、うん、まあ、車の評価にオーナーさんって関係なくないですかと、お、はい、いただきまして、はい、まあ、ごもっともだと思います、はいはい、ただ僕としてお伝えしたいのは、うん、やっぱりその車のその背景というか、うん、その出来上がったこうストーリーってすごく重要だと思うんですよ。重要、うん、で例えばこの車に誰が乗ってるかって、うん、こうめちゃくちゃ重要だと思うんですよ。重要、はい、うん、それが例えばすごい若い女性の方が乗ってるのか、うん、まあ、お年を召した、はい、ちょっと男性の方が乗ってるのかで、はい、でも印象違うじゃないですか。違う、もっと極端な話したら、うん、例えばピンク色の車乗ってますと、うん、はい、うん、それがもうミッキー・ミナージュとか、うん、はい、パリス・ヒルトンが乗ってるのと、うん、で僕みたいなのが乗ってるんだと意味合いが違うじゃないですか。成立するかしないかっていうね。そうなんですよ、そうなんですよ、うんうん、でやっぱり僕らってそのパーツ売るだけじゃなくて、うん、やっぱりお客様とこう相談して、はい、ああしますかこうしますか、あこれ良さそうですねこうしましょう、あこういうの好きなんですねじゃあこうしましょうっていう、うん、こう流れがあって車が必ず出来上がるじゃないですか。そうです、はい、まあ、もちろんこれくださいじゃあどうぞっていうケースもありますよ、うんうん、物によっては、うん、はい、ただ基本的にはご紹介させていただく車って、うん、結構いろいろお客さんと煮詰めて出来上がった車が多いじゃないですか、はい、だからもうファッションで言ったら、うん、なんかそれ着るだけじゃなくて、うん、うちの場合こう似合うか似合わないかとか、うん、もうこっちの方がいいんじゃないですかとか、うん、っていうやり取りがあってなんで、うん、こう物を売るだけっていう感じじゃないじゃないですか、うん、で特にその全国うちだけじゃなくて全国のショップさんが多分そういう感じだと思うんですよね。そうね、うん、だからなんか通販で物買ってつけましたっていう感じじゃなくて、はいはい、お客様のなんかこうストーリーあっての車なんで、はい、ちょっとこう触れておきたいなと、はいはい、で今回ちょっとご紹介させていただく車のオーナー様、うん、実は僕先日お会いしましてはい、ですね、まさかのね、まさかの、はい、まずこの SVJ って車でオーナー様像が全く想像できなかったんですよ。おお、結構層広くないですか、アベントドール。あ、確かに確かに、そういう意味ね、その SVJ を乗られているお客様っていろんなパターンが、そうなんですよ、いろんなパターンの方がいるよね。すごい若い方が乗ってる、うん、場合もありますし、うん、こうちょっとイケイケな感じの方もいれば、うん、すごく落ち着いた感じの方もいらっしゃるじゃないですか、はい、で先日お会いしてあのちょっとこう言いづらいんですけどえ、はい、え、ちなみにオーナーさん毎日 YouTube 見てる。あ、本当ですか、ありがとうございます、はい、もう見るものなくなるぐらい見てる。ありがとうございます、はい、でちょっとあの会ってみたいってこともおっしゃってたんですか、うん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 、で実際会ってみたらうわちょっと会いたくもなかったなって結構言われたりとか、はい、であれだったら会いたいって言ってたじゃないですかって飯村さん言ってくれたら、うんうん、なんかやっぱり会っちゃうと、うん、ちょっと忖度入るでしょ。はい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 、はい、ご安心ください、あの僕空気が読めない男なんで忖度、はい、なしでちょっとお届けすると、はい、あのビジュアル的には皆さんちょっと想像していただけるといいと思うんですけど、うんうん、もうすごいこうなんですかピシッとした格好で、うん、なんか黒いコートかなんか羽織ってるんですよ。あ、綺麗だね、うんうんうん、で髪の毛とかもこうピシッと、うんうん、なんかこう想像通りだなと思ったんですよ、うんうん、ただこれちょっとお話をお伺いしたらもうちょっとあの喋りでちょっとあのお仕事されてるんじゃないですかっていうぐらいめちゃくちゃ話が面白い、うんうん、びっくりしました、うん、30分ぐらいですか、うん、かな、なんかお話僕も隣で聞いてたんですけど、うん、みんな大爆笑しましたね、うん、だ余計なんか混乱したんですよあれこれめちゃくちゃこじったすごく個性的な SVJ で話がめちゃくちゃ面白くて、はい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 、ただ車の話になった途端にもう全然なんかこう人が変わったようにいやあそこはああなんだよこうなんだよ、うん、だめちゃくちゃ車好きなんだなって、うん、そうね、もうなんかもうそれをびっくりして、はいはい、
でもちょっと喋りでお仕事されてる方ではないんですよね。ではないです、はいはい、でちょっとあの独特、そういう感じはするよね。します、します、うん、独特な雰囲気が、うん、でこう話が面白い方でも、うん、なんかこう自分も笑う方もいらっしゃるじゃないですか。じゃないんですよね。淡々とこう喋るんですけど周りが大爆笑みたいな、はいはいはい、言ったらあのサンドイッチマンのコントみたいな。やってる人は全然笑ってないんですけど周りは大爆笑みたいな、はい、ちょっとそういうギャップのあるオーナー様でした、はいはいはい、そのオーナー様から出来上がった車がこちらということで、そうです。SVJ、はい、もう様子がおかしいんですけど、様子もうパッと見ね、そうなんですよ、パッと見様子がおかしいよね、うん、これまず色がこれちょっとない色なんですよね。そう、この色、まあ、今回、まあ、多分このタイミングの新車納車で、この新車なんで、この車新車納車の SVJ ってもう最後の最後の SVJ みたいな。あ、そうなんですか。そうなんで、新車オーダーするんだけどっていう時のタイミングから僕の方には相談をいただいていて、まあ、色どうしようか、まあ、仕様どうしようかみたいな話があったんですが、で本来というか希望としてはソリッドの深いグリーンを最初希望してたのね。なんだけどやっぱりもうこのタイミングだともう最後なんでちょっと特殊なことができない と、ランボルギーニとしてもということで、一応今まで塗ったことがある色の中から選んでくださ い、 みたいな。あ、そういう感じなんですか。そう、それで、その中から、まあ、特にその希少性の高いというか SVJ というかアベンタドールではこの色は使ったことがない色がたまたまこう深い緑があったんで、この色になりました。 SVJ でこの色の車っていうのが他に存在しないんですよね、うん、いない。でこの色を使ったっていうのがめちゃくちゃ久しぶりっていうか、そう、2005年以降使われてない色で15年以上使われてない車、うん、をなんかちょっと復刻させてもらって塗ってもらった。だからちょっとこれ画面で伝わるかどうか分かんないんですけど、そう、すごい伝わりづらいよね、こういう色ってね。めちゃくちゃ深いし、うん、こんな SVJ 見たことないと思って。見たことない。で東京店であのフルラップさせていただいた緑色の SVJ もありますけど、はいはい、ちょっと違うんですよね、うん、そうね。やっぱりそのペイントとラッピングとっていう部分もあるだろうし、まあ、メタリックのその入り方も違うだろうし、うん、あと塗装だとやっぱり深い深い、そう、深い色が、うん、なんか深みがあるんですよね、うん、でこれメタリックめっちゃ細かいメタリックですね。そうそうそう、だからそのなんかこうギラギラしない感じなんで、まあ本当はまあソリッドが良かったんだけど、まあまああのこれぐらいだったらみたいな部分もあるかな。なんかブリティッシュレーシンググリーンのちょっと系統に近いのかなみたいな。そう、ね、ちょっとレーシーさもありつつ、うんうんうん、なんかギラギラしすぎてないんで、うん、まあ、その辺もなんかちょっと車の雰囲気としてはちょっと意外な組み合わせ。めちゃくちゃかっこいいよね。だから本当に高級車のなんかそうセダンとかで使ってもなんかめちゃくちゃかっこいいんじゃないかなと。そうね、ロールスとかベントレーとかに使ってもなんかすごくかっこいいんじゃないかなっていう、うん、この特殊な色、うん、でこれがそのオーダーシステム の、 そのアドペルソナム、はいはい、アドペルソナムって誰でも頼めるんですか。誰でも頼めるっていうこと、あでも誰でも頼めるんじゃないかな。その内容も多分内容もそう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 、ライトなものから、うん、もうすごくやり尽くしたものまでいろいろあるんですよね、うんうん、まあちょっとね、ちょっと通常じゃないパターンをポンって入れたらもうアドペルソナムになっちゃうから、うん、非常にその一言で言っても、まあ、どこまでやってあるかによって全然違う内容になってくる。でなんか日本は特にそのアドペルソナムオーダーの率が結構高くって、うんうんうん、僕読んだやつだとなんかその都内のディーラーだとなんか半分近くは何かしらのそのオーダーで注文されてるっていうことみたいです、はいはいはい、で僕アドベルソナムってそんなに詳しくなかったんですよ、うん、で今回改めて勉強したらそれもめちゃめちゃなんか細かいんですね。ね、言ってたね。そうなんですよ。そうでちょっと読み物から抜粋しますけれども、はい、なんかアドベルソナムってなんか大まかに分けて5種類なんかメニューが今存在するらしいんですよ、はい、それがなんかランボルギーニのデザインセンターチェントロスティーレっていう心理学の専門家が研究結果に基づいて顧客の趣向を分類して、さらにアドペルソナムチームが科学的アプローチに基づいて構築したものらしいです。科学的アプローチに基づいて、そうです。そのお客さんの趣味趣向を5つにこう分類して、はい、で、まあ、これによってそれぞれのカラーファミリーに異なる文化的背景趣向個性などが内包されています、はい。アドペルソナムではカスタマーの好みを5つのテーマ、
スポーツ、コンテンポラリー、あとは革新、クラシック、テクノロジーに分類してカスタマオーダーとはいえ、まずはお膳立てを整えて選びやすくするっていう工夫がされているそうです、はい、でこれが、はい、その15年ぶりってことで、そのクラシック、うん、そうの分類っていうカテゴリーの、はい、アドペルソナマン、そうです、じゃあちょっとこの後紹介しますけど、はい、それもちょっと入ってます、入ってる、はい、そんなめちゃくちゃなんかこう車の色を選ぶだけでもなんかすごいこだわった、そうね、仕様になってるんですよ、はい、はい、なってます。で、あとはもう外装はもう SVJ なんで、うん、もう何にもいじらなくてもめちゃくちゃかっこいい。そう、でも基本的に僕からのリクエストというかお客さんに言ってたのは、まあ、できるだけカーボンじゃなくしてほしいんですか。え、逆にそう、だってクラシックなさ色ってさ、はいはい、カーボンなんかないわけじゃん。確かに、基本的に、はい、でしょ。確かに、だからもう全部カーボン塗れねえんすかって言ったんだよ、はい、最初に、はい、したらさすがにちょっとそれは無理ですみたいな話で、はい、だからカーボンもできるだけ主張しないようなイメージに、はい、あ、そういうことなんですか。作ってもらってます。はい、じゃあもう最小限の目立たなさ。そう、はい、目立たなさで、これマットとかっていうのはじゃあそういうことですか。そう、一応ね、そのやっぱグロスのカーボンよりもマットのカーボンの方が、まあ、目立ちづらいっていうと、あとはまあよりこうちょっとレーシングなイメージになるっていうので今回はマットのカーボンを使って。確かにグロスのカーボンだとちょっと主張しちゃいますよね。そう、で光っちゃうじゃない、はい、でみんな主張したくてつけるんですけど、特にフェラーリなんかみんなこう主張したくて、はい、もうついてた方が偉いみたいな空気になってるじゃないですか、はいはい、それをもうちょっとクラシックっていう部分もありますし、消す方向かな、あえてのこの組み合わせになって、うん、はい、はい、ただ造形はやっぱりえぐいっすね。そうね、改めて見るといつ見てもやっぱりすごいよね、はい、もう新車でピカピカだし、うん、えぐい色でえぐい形という、はい、はい、で、まあ、リップだったりとか、あとボンネットのこの先端なんかもカーボンパーツついてますけど、うん、はい、しっかりマットになって、はい、あ、まあ、リップは伸びていくの、あ、これリップ伸びていくなんですね。もともとここのリップの部分は半ツヤの黒、はい、でカーボンの設定がないのかな、はい、なんで、今回は、まあ、ちょっと先ほどそんなこと言いつつも、はい、まあ、ちょっと足して、はい、リップスポイラーを、まあ、シルエットを変える的な意味で、はい、伸びていくの。なるほど、まあ、低くも見えますし ね、うん、そうね、結構伸びてますしね、うん、そう、はい、長さがねやっぱりあるよね。これ随分鋭い前回りになってるんじゃないかなと、はい、なってます。そしていっちゃう、一番のあの注目のポイントでもあり、はい、まあ、ちょっとざわざわしそうなポイント、はい、はい、ご紹介したいと思います、はい、こちらです。はい、はい、ダン、これをやりますかいやいや、これを見て、はい、改めてちょっと考えたんですよ、はいはい、改めてちょっとご覧の通り、はい、前後で違うホイールを履いてるわけなんですけども、はい、確かに、うん、別に前後で同じホイール履かなくちゃいけないよねっていうルールはないです。ない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 です。ないない、ただ、うん、見たことないです、はい、もう走り屋もしくはドリフトやってる人ぐらいしかう、ね、こう前後のホイール違うのって見たことないなっていう、うん、はい、うん、ただ、はい、これちょっとホイールのデザイン名称だったりだとか、はい、あと組み合わせフィニッシュなんかいろいろ考えてったら、うん、これめちゃくちゃ深いところでちょっと狙ってんじゃないかなって僕は勝手に思いました。はいはいはい、はい、でちょっと順番に見ていきたいと思うんですけど、はい、まず前に履いてるのが HRE935、はいはい、3P です、はいはい、これちょっと最近アメリカでもちょっとクラシックブームじゃないですけど、うん、いろんな車にこうクラシックなホイール履いたりとか、うん、特に935割とこうね、意外と なんかこう今までさ全くこう935はねえなみたいな、うんうん、一番最初に外されてたやつが、うん、いきなりこうなんかそうなんですよ、そうなんですよ、急にこうカリナンにはめしたりとか、うん、はい、あれかっこいいじゃんみたいな。そうなんですよ、ね、みんな意外なちょっと組み合わせ、うん、で、まあ、最近だとアベンタにもなんか履いてるのが HRE のそうね、 935M っていうモノブロックのものが新作で出たんで、それがこの前ウルスにね履いてた水色のやつですよね、履いてたりとか、うん、あとカリナンかなんかにもつけてるのありますね。カリナンについてたのは24インチだね、はいはい、スリーピーだ、いろんな履き方で履いてる、うん、はい、はい、履いてます。ただこれもうちょっと多分意見結構分かれると思うんですよ、はい、うわやばい組み合わせと思う人もいれば、うん、え、アベンタにこれつけちゃうのっていう、うん、はい、ちょっと一周回ってる感もちょっとあるなっていう、はい、ただこれ
まずその935っていうネーミングのところなんですけど、うん、これってあのポルシェの935から来てるんですか？そうじゃないかな、多分。僕も昨夜いろいろ調べたら、うん、935がちょうどこんな感じのホイール履いてるじゃないですか。そうで、このそもそものデザインの元から言うと、うん、1970年代とか80年代のレーシング の、 あのエアロホイールから来てるんですよね。そういうことです。はい、はい、それをもうまんま模したデザイン。そうです、はい、がちょっとこの組み合わさってるという。そういうことです。これが後ろのデザインにもつながるんですけど、はい、あのこう前後の違うホイール履くっていうのが、はい、うん、ポルシェのその935もそうだし、うん、あともっとレーシングな、うん、その後出た956、はい、あのグループ C の、はい、あのスリッパみたいな形してる、はい、白い白い、あれも前後でこう、はい、フロントだけエアロディスクついてたりとか、はいはい、だからそこの流れを狙ってるのかなっていう。もちろんやっぱり、はいはい、今回のまず、まあ、ちょっとねここまでに来る道のりとして、まあ、いろんな案がありました。もちろんそのねよくあるような、よくあるようなって言って言い方悪い方だけど、まあ、コンケーブさせてっていうようなもちろんあるし、うん、ただ言ったら誰が見てもかっこいいことですよね。そう、はい、あるし、まあ、いろんなパターンで考えてこういうのもあるあるこういうのもあるよねって話をしてたんだけど、まあ、もうすごくねこう買い慣れててもう改造をもう20年も30年もずっとやってる方なんで、まあ、それじゃ満足していただけないと。普通じゃんと。そう、はい、いうことで、じゃあこれかっていう話で、まあ、僕の中ではその C か、はい、グループ C やっぱりのイメージを持ってフロントは、まあ、エアロディスクのように見せたい、うん、から基本的にはアウターリムも一番少なく取って、うん、そうなんですよ、センターディスクをそう出すようなイメージでフロントのホイールが作りました。やっぱりそうなんですか、はいはい、なるほど、はい、それをやれるのってなかなかだと思うんですよ。なかなかだよね。安くもないし車も全然安くいどころかもう走る不動産みたいな車じゃないですか、はいはい、そこで遊べないじゃないですか。そう普通はね。そうだね。でこう誰もやってないからやりたいって、うん、多分飯村さんフロント業務やってるんで、うん、結構言われる機会もあると思うんですよ、うん、で昔あの某読み物で、うん、書いてる人がいたんですけど、うん、誰もやってないからやりたいって結構言われるけど、うん、それって結構その、うん、一か八かじゃないけど、はい、まあ、2パターンあってかっこいいけど真似できないからやってないパターンと、うん、はい、ダサいからやってないパターン、はい、でほとんどの場合はダサいからやってないパターンの方が多い、はい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 、でそこをあえてこれ突っ込めるっていうのは、うん、すごいところだなっていう、うん、はい、でもう一つは1970年、うん、80年代のオマージュなんですけど、うん、ランボルギーニってレース活動をその頃してないんですよね、うん、そうなん、はい、うん、あやっぱりその辺も全部調べてるんですか、うん、なんかもうその社訓でレースはやらねえっていう、うん、あそうなんだらしいですよ。でこの SVJ の元に名前の元になってる、うん、その三浦の SVJ、うんうん、まあ、本国では SVJ っていう名前は認めてないらしいんですけど、うんうん、J っていう名前らしいんですよ、うんうん、でそれもなんかそのレースの企画の項目 J っていうところを目指してその三浦を改造したのが、うん、要はイオータ、はい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 、ただイタリア語だと J の発音がないんで、うん、あのホタ JOTA って書いてイオタなんですよ。そうなんですよ、はい、でそこからのこれじゃないですか。そうです。で1981年になんか F1 かなんかに出て優勝してるんですよね、うん、ただそれだけなんですよね、うん、レース活動って。だから当時のもしレースやってたらこの組み合わせなんじゃないかなっていうのを現代にこう、はいはい、そういうことです。やったのかなって僕思ったんですよ、はい、合ってます。合ってます。よかったっす。はい、はい、そうだからね、すごい深いの、はい、今回の。だからなかなかね、そのパッと見そこまで考えてもらえる人っていうのはなかなかいないと思うし、である程度僕もそのなんかね、何にもないとこからこれ持ってくるって好きじゃなくて、ある程度こうだからこうだからこういう理由でこうなんですっていうのが好きなの。ちゃんとこうストーリーがあってというか、そう辻褄的なものがね、ここにたどり着いたんですよっていう。そう言ったらそれ最終的には自己満ではあるんですけど、うん、ちゃんとこう説明できてここにたどり着いたのか、そういうことなんとなくそれいいじゃんってこうたどり着いたのかっていうのはだいぶ違うなっていう。はい、だそこの部分はすごくいつも考えるし、はい、まあ、特にねこういうちょっと新しいことやろうと思った時にはより考えるし、うん、なんで、そういう理由でこれを持ってきました。
でもそこまで行くと、うん、なんかもう自己満足じゃないですけど、うん、もう評価されなくてもいいかなっていう、うん、はい、そうなの、ある程度もう分かんない人には分かんなくていいです、はいはいはい、だからもうそれすごく感じましたもう自分の中でストーリーがちゃんとしたストーリーがあって出来上がった車で満足度も高いんだったらもうこれでいいなっていう、そう、はい、そう。で今回のこの組み合わせ色も絶妙じゃないですか。そう、あのね、途中で正直変えたんですよ。あ、そうなんですか。当初の色よりも、はい、もちろんこうやるから、あの土にこの前も頼んだりしたけど、僕も僕なりにフォトショップとか使ってシミュレーションして、まあ、最初はこれ間違いないだろうなと思ってた色が、あれちょっと待てよみたいないうのがあって、それで最終的にこの色にたどり着いたという形で、まあ、センターディスクは、サテンチャコールになります。標準のフィニッシュで、アウターリムはハイポリッシュのリム。これ色めっちゃ絶妙っすね。これめっちゃ悪い質感、すっごくいいっすね、うん、そう。だから今回さ、そのまあ、いわば円盤なわけじゃん、はい、円盤なデザインだから、こうもう色によっちゃ相当ギラギラしちゃうし、うん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 、なんなら反射するし、そういう意味ではある程度こう抑えてくれるとかね、うん、優しく包んでくれるみたいな、主張しすぎないというか、いいなと思って、はい、うん、でこれ僕勝手に思ったんですけど、そのマットのカーボンとなんかちょっと色味というか、はい、そうね、落ち着き具合も、うん、はい、うん、似てるなって、はい、だからなんかレトロなホイールっていいっすよね。いいのよ。だなんかまあ今回の場合はこういう組み合わせだけど、例えば逆にその新しいフィニッシュを入れることでまた違う表情も出るし、うん、まあ面白いよね、使い方によって。本当長くなりますね。長くなるね、はい、もう一回言いますけど、ここにいるもんね、僕のための動画なんで、まはい、ご了承ください、はい、でやっぱりすごくいいと思うんですよ、うん、やっぱりそのレトロってこう昔のものがリメイクというかリバイバルされてるやつなんで、これ歴史があるじゃないですか。歴史がある、うん、だからあえてのこの組み合わせもいいと思うし、うん、だからそれこそ505をもうド定番ですけど、うん、最新のフェラーリに入れるとか、うん、入れるとかね、うん、だからそういう組み合わせもなんかいろいろ想像できるなっていう、うん、はい、うん、今回思いました、はい、そしてあとはもう一つのポイントとしては、はい、タイヤ、はい、タイヤ変えてます。これが、まあ、そこまで見てる方も多分いらっしゃったりいらっしゃらなかったりだと思うんですけど、うんうん、結構アベンタドールって、うん、そのタイヤを使いますじゃないけど、うん、純正のタイヤそのまま、まあサイズが変わらないからね、もちろんそれが普通だと思います。インチアップしないからそのまま右から左にっていうパターンがほとんどなんですよね、うん、ほとんど、はい、多分タイヤ変えたっていうのは多分俺ぐらいアメンタフィリレンドに。それがあえて今回、はい、タイヤをこのミシュランパイロットスポーツ 4S に交換してると。交換しました、はい、これもあえてなんですよね、はいはい、お金をたくさん使っていただきたくて変えちゃいましょうよっていう感じじゃないですよね。ではないです、はいはい、でこれもだからピレリと全然形がやっぱりそう違う違う。なんかやっぱりそのね、いろいろ見るじゃない、僕らも仕事でこう、まあ、好きだし見るし、いろんなサイトだったりいろんな、まあ、SNS だったりとか見てて、なんかこのアベントかっこいいなって思う車がちょいちょいある。で、なんだろうな、なんだろうなと思ったら、タイヤね、みたいな。タイヤめちゃめちゃ重要っすよ、重要、本当に。まあ、ホイールの見え方が違う、ね、そう、ピレリでも悪くないし、うんうんうん、全然いいんですけど、やっぱりちょっともう一歩行きたい、うんうんうん、特に今、ほとんどピレリ流用されている方多い中での、うん、あえてのこれって、そうなんかすごくこう変えた感があるし、うん、はい、でまたショルダーの形がピレリ、だいぶ違いますよね。違うの、違うの、違うの。でリムガードって基本的にリムガードっていうほど出てないじゃないですか、ミシュランって。ただそれがちゃんとこうなんていうんですか、こうリムにちょっとかぶって、ね、そうショルダーも丸くって、そう、はい、かっこいい。そして今回僕とカメラマンで、はい、半ば強引ですけど、はい、こう新品のタイヤで全部ヒゲが出てるじゃないですか、はいはいはい、全部カットして、はいはい、バーバー土屋で、はいはい、散髪いたしました、はい、全部ツルツルっとね、はい、いいよね、はい、すごいかっこいい。やっぱり散髪した方がかっこいいですよね。かっこいい、ツルツルに、うんうん、はい、うん、ただしてないのも多分あります、はい、ただ別に手抜きじゃなくて、はい、あくまでこう、はい、サービスの一環として、はいはい、ちょっとこう撮影させていただく都合でちょっと切ったりすることもある、はいはい、かっこいいね、かっこいい。こんな感じの足元で今回ローダウンも結構激しめにされてますね、はい、そうね、一応サイズはそれなりに攻めたサイズを入れているので、まあ、そういう部分でも言っても、まあ、あとはそのちょっとレーシングな部分を狙ってるんで、うんうん、やっぱり低い確かに方がかっこいいなっていう。
ところで、もう出づらもパツパツだし、はい、車高も本当にリップついてたらこれどこにも行けないじゃないですかっていうぐらい、ねはい、ただ小原さんとしては別にその普段使い犠牲にしても、うん、やっぱりそのかっこいい方がいいし、そうです、はい、リフターもついてるし、そうです、はい、まあ、基本的にはもうなんか入れないところあるっていうわけじゃないんで、まあ、ね、普段乗りするような車でもないしね、うんはい、なんでもう本当にビジュアル重視で攻め攻めの足元になっております、はい、でもブレーキも見えないですからね、ブレーキ全く、はい、全く見えないね、普通だったらカーボンセラミック見せたいじゃないですか、はい、キャリパー何色ですかみたいな、はい、見せたいじゃないですか、うん、だからあえてもう全く見えないデザインにする、はい、全く見えません、はい、こんな感じになっております、はい、あとセンターロックで、はい、センターロック用の HRD のキャップを、あ、これですか、はい、あ、じゃあこっち純正ってことですか、そっち純正だからね、センターロックでお金取られるじゃん、はい、センターロックでお金取られます、はい、でキャップがつかないわけです、あー、なるほど、センターロックはね、はい、純正使ってください、はい、でキャップはまあ別についてこないです、はい、でキャップつけたやつはお金払わなきゃキャップもらえない、あ、そうなんすか、そうそうそう、そういうシステムです、へー、はい、で今回これ HRE のしっかりつける、はい、キャップになってます、はい、なってます、HR 自体はもともと林レーシングからの流れで、うん、もうすごく歴史もあるし、うん、はい、やっぱりなんかヴィンテージのホイール出すにこうやっぱりその歴史だよね、その505飾ってあったり、その501飾ってあったりとか、昔のデザインのやつがさ、あれをやっぱり自分のブランドとして持ってるメーカーだからこそなんかこういうのができるっていうのはすごく感じる。でそういうのもありつつですけど、最近のこう新生ブランドもすごくレトロフィーチャーしたようなホイール出してるんですよ、うん、出してるね、エール13とか出してる、メッシュデザインとか、はいはい、だからああいうのも今すごく僕的には注目だなって思ってたりします、うんうんうん、そしてあと横見ていくと、はい、このクラシックバイアドペルソナムが、はい、これはそのクラシックのカテゴリーの、そうです、はい、やつになってると、はい、中もやばいんで中もちょっと後で紹介したいと思います、はい、これってこれみんなついてるんですか、僕初めて見ましたけど、んみんなはついてないよ、あ、でもアドペルソナムにすればアドペルソナムっていうプレートはつく、あ、そうなんですか、そう、つくっていうか買うのかな、へー、オプションみたいな感じ、みんながみんなこう、何ですか、オーダーしたらこれがついてくるわけじゃないんですね、じゃない、で、今回の場合はそのクラシックっていうカテゴリーに入るのでクラシックのアドペルソナム、でこれスポーツのカテゴリーのアドペルソナム、でもスポーツって見たことない、見たことないですよね、うん、はい、みんな大体アドペルソナムだけだよね、へえ、うん、まあ、この辺詳しい方がいたら教えていただけると、はい、僕が喜びます、うん、はい、そしてあとミラーなんかもマットのカーボンになってたりとか、はいはい、サイドなんかもしっかりマットのカーボン、はい、なってます、でこのまた横とか後ろも特にアベンタドールって造形すごいじゃないですか、うん、これ緑すごい効きますね、やっぱりね、本当にめちゃくちゃかっこいいよね、そしてギア、はい、はい、何でしょうか、ここ、あ、ここ、ここ、ここなんですけど、はい、ここは逆にカーボンしか選べない、はい、本来、はい、で、特注オーダーでボディ同色になってます、これはじゃあアドペルソナムのオーダーでってことですか、っていうことなのかな、そこもカテゴリーに、ランボルギーニの方で塗ってもらった、うん、うちの方で塗ったんじゃなくて、そう、これ多分いないっすよね、うん、同色にしてる、いないとか、だから選べないんだよね、カーボンしか、なるほど、うん、SVJ に関しては、はあ、なんでただこう横から見た時のラインがここにカーボンいるみたいな、あー、なるほどなるほどなるほど、っていう話で、もうここはちょっとねやっぱり塗りたいっていう話になって、で同色にイタリアで塗ってもらいました、はい、なんでちょっとこの辺もちょっと特殊な感じになってます、そしてあとはリアホイールやってまいりました、はい、やってまいりました、こちらが501、はい、501、これがだからもうびっくりしたのはあのまさに956がリアがメッシュのホイールなんです、はいはいはい、この、 あの色ももちろん違いますよ、はいはい、ただこういう感じのクラシックデザインのメッシュのホイールなんです、はい、あともう一個びっくりしたのは、はい、あのその三浦の、うん、まあ、レーシング仕様の J、イオタの、うん、さらにちょっと最後の最後で、うん、その販売店がオーダーした SVR っていう車が、はいはいはい、まあ、1台だけなんか存在するらしいんですよ、それが、うん、まさにこのメッシュデザインそれはやばい、これちょっと後で見てほしいんですけど、それは知らなかった、いやマジでそうなんですよ、へイオタとかもなんか5本スポークのなんかぶっと5本スポークみたいなのでセンターロックのフィンがついてる、はいはいはい、あのクラシックのホイールなんですよ、うん、けど SVR だけはメッシュのゴールドのホイールなんですよ、うん、はびっくりして、まさかそこまで狙ってたら僕本当にちょっとどうかしてるなと思ったんですよ、はいはいはい、そこはさすがにそこはさすがにちょっと知りませんでした、はい、ただこの501もすごいとこ持ってきたなっていう、うん、はい、
いや割と最近本当にアメリカ そのショップとかで、うん、こうフェラーリとかでポツポツこうメッシュの501入ってるのがあったりとか、うんうん、はい、しますけど、はい、SVJ まだあんまりないんじゃないかな。そうね、まあSVJ とか、まあ、アベンタドールすごく少ない選択肢かなと思うんですが、その中でもそのクラシックとかヴィンテージのスリーピーってオーダーするときに、まあ、ツッチーとも紹介何回かしてるけど、ディープコンケーブに、あ、ディープリムにしますか、コンケーブディスクにしますかっていうところが、ここ平らにするか、そう、ここそうフラットディスクにするか、はい、コンケーブディスクにするかっていうところをまず指定してオーダーできて、で今回はまずやっぱりコンケーブはないよねっていう、確かに、うん、こういうイメージで作ってるからね、うん、もちろんこの後ろだけをコンケーブディスクにして、アウターリムをちょっと小さくするっていうこともできたんだけど、今回は、まあ、やっぱりその雰囲気としてはやっぱフラット、うん、フラットディスクでアウターリムを目いっぱい取って、まあ、今回 3.5 インチのアウターリムを取って、作りました。でピアスボールとハードウェアに関してもやっぱクラシックなイメージを出したいのでステンレスのものにして、まあ、そこに色をつけるんじゃなくて、うん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 、本当にそのクラシック感をより出すっていうイメージでオーダーして作りました。ディスクのフィニッシュに関しては色は一緒です、ね、色は一緒。そう、だから本当はね前だけ白とかっていうのもあったんですが、それはちょっと攻めすぎじゃないですか。さすがにちょっと一発目からそれはちょっときつい。確かに確かに。ちょっとインパクトが、ね、強すぎるかなと。だからどっちかというと本当に当時のものをイメージしたっていうのを強く、そう、はい、うん、押し出した感じになってると。はい。そしてリアももうベタベタだし、はい、ツラツラだし、はいはい、ミシュランだし、セッティングに関してはミシュランだし、はい、セッティングに関してはもう本当にレーシングと、はいはい、そうです、もう現代的なものになっていると、うん、はい、だからもう最初この組み合わせ見た時にめちゃめちゃこう奇抜でなんかこう整合性の取れない組み合わせかなと思ったら、なんかもうものすごい深いところ、うん、はい、オーナーさん的なストーリーで出来上がってんだなっていう、はい、だからもう、はい、これはこの組み合わせしかないと思うんですよ、うんうん、はい、言ったら、うんうんうん、本当にそのポルシェの、956とか、はい、そこ見て車作ってるんだったら、はい、まあこうなるよね、そう、もしくはもうフロントの935を同じようにリアも履くとか、うん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 、それも面白いよね、うん、っていう組み合わせになるんじゃないかなと、うん、はい、うん、こんな感じになっています、はい、あと後ろとかって違うんですかこれ。後ろは基本的にはノーマルの状態です。なるほど、はい、じゃあ本当に今回足元と車高だけ、うん、はい、あとリップつけて、はい、そうね、アフターのものに関しては、はい、もう手数はすごく少ないですけど、もうめちゃくちゃこだわった外装になってると思う。もうめちゃくちゃこだわった外装だね、はい、はい、なってます。じゃあ続いて、はい、内装も見てみたいと思います、はい、60キロでしたっけ。61キロです。あ、違う、試運転62キロぐらいになってた。もうド新車、はい、もう新車の匂い満載の車内ですけど、これ内装これどうなってんすか。内装もあのね、でももうちょっとなんかもうちょっとこのキャメルの色を出したかった。あ、そうなんですか。それオーダーの限界なんですか。うん、だから僕の中でこの、はい、この土正面から見た時に、はい、こうもうちょっとこう分かるようにしたかった。あ、何となく分かる、はい、なんか、はい、例えばじゃあダッシュのここは黒しかできないんだったら、はい、こっちこの辺からちょっとこう、はい、このキャメルっぽい色にして、はいはい、ピラーもキャメルっぽい色にすると、はい、多分もっとこう真正面からドーンって見た時に中が明るくなる。でなんかこうよりもっとクラシックな雰囲気を出せたらいいなと思ってたんだけど、これがやっぱりもう限界みたいで。あ、そうなんですか、うん、でもこれもやばくないですか。だって全部このスエード調、そう、はい、そう、こんなの見たことないんですよね。もうステアリングもそうだしダッシュもそうだしシートも、うんうん、まあ、両サイドとその Y の字のところは唯一レザーですけど、はいはい、これはちょっとあの乗れない。やっぱりだってスウェードのとこってこうなんていうんですか、使用感出ちゃうじゃないですか。出ちゃうね、毛が寝ちゃうし、はい、擦れちゃうし、はい、うん、これがなんか気にせず注文できるって、うん、もうちょっとあの僕の理解が追いつかない。いや、ちょっと触るところはやっぱりレーザーにしておこうかなってなっちゃう。分かる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 、普通多分関係ないですよね、オーナーさんに関しては。いや、かっこいいじゃん、こっちの方。そう、はい、そうなんですよ。でももう見たことのない内装で、内装に関しては、うん、カーボンが全部グロスになってるんですね。なってます。じゃあちょっとその辺メリハリつけて、はい、はい、やってあると。
というわけで今回は完全に僕の自己満動画で、はい、お届けしたんですけど、伝わりましたかね。ちょっと僕率直な感想としては、はい、多分賛否あるだろうなって思いました。ただもちろんやっぱり車のカスタマイズって、うん、そのオーナーさんの満足度が一番だし、やっぱりその作り上げていくっていう、そのストーリーが大切だなっていうのを再確認しました。なんかもう僕的にはこうやりたい、こうしたい、ああしたいっていう、なんかこう新しいことやっていきたい、新しい扉を開きたいっていうのを、こうオーナーさんも賛同していただいて、でやらせてもらえて、結果かっこいいじゃんなってるっていう部分のね、僕の中ではあるので、すごくこう面白かったなと、この1台に関しては。もう本当にありがたい限りです、ね、ありがたい限りです、はいはい、そしてこれ車の注目度が半端ないんですよね。なんかもうどこからこう情報を仕入れたのか、某、まあ、ご存知の方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないですけど、パーフェクトスペックっていう、まあ、スーパーカーとか、まあ、高級車のなんかおしゃれな組み合わせを中心にアップしてるインスタのアカウントがあるんですけども、なんか 万人単位でフォロワーがいるんですよね。そこからなんかちょっと写真をくれてくれって言われてるぐらい、なんかそれぐらいなんかちょっと世界から注目されてる、車みたいなんで、もしかしたらいろんなところの SNS だったりとか媒体で、これからね、見ることもあるかもしれないんですけど、まあこんな内容になってますね。まあ、紹介はもう僕の完全な自己満紹介で、はい、お届けしましたけど、まあ、あとはいろんな他にも、まあ、今回 のこの組み合わせ、の他にも、はい、いろんな組み合わせがこう考えられると思ったんですよ、僕。考えられるね。フェラーリもそうだし、ポルシェもそうだし、だからそれこそ本当に、まあ、定番とは言わないですけど、もうちょっと分かりやすいこのクラシックの組み合わせでもいいと思うし、逆にもっとひねった、はい、いやそんなのマニアしか知らないでしょみたいな、けどこれマニアだったらもうすぐ気づくし、っていうのが、いろいろできるんじゃないかなっていう、できると思うね、ちょっと可能性を感じました、はい、可能性がすごくあると思います、はい、なんで本当に人と違う、車を作りたい、カスタマイズしたいっていうのがもうボンド名古屋インフラ店長にご相談いただければ、はい、もういろんな提案ができると思いますので、はい、お気軽にお問い合わせください、はい、というわけでボンドチャンネルのチャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。